お元気ですか、ボクシミです。今日は BBM 中日ドラゴンズベースボールカード2022開封動画でございます。今回はね、あの7パックでやっていきたいと思います。では早速ね、やっていきたいと思います。まずはね、1袋目でございます。ビシエド内野手でございます。これは岡林勇気外野手のカードでございます。これライデル・マルチネス投手でございます。大野雄大投手でございます。渡辺勝外野手でございます。石森大成投手でございます。続いて2袋目でございます。平田良介外野手です。木下拓也捕手です。小笠原慎之介投手でございます。で、石森大成投手でございまして、中村典弘内野手と石川昂弥内野手のね、それぞれのカードでございます。根尾明外野手です。当時は外野手ですね。今は投手でございます。3袋目でございます。谷本圭介投手でございます。元ね、日ハムでございます。福本優真外野手でございます。で、柳裕也投手でございます。で、根尾明外野手でございます。そうですね。で、エスペランサが出ましたね。こちらは高松渡選手ですね。このエスペランサが出ました。確率は50分の30でございます。で、土田龍久内野手でございます。4袋目でございます。大島洋平内外野手と福留孝介外野手のね、ベテランカードでございます。岡田俊也投手でございます。石岡亮太内野手ですが、今はね、これトレードでね、オリックスに移籍しております。ビシエド内野手でございます。で、柿越健心投手でございます。梅津光大投手でございます。5袋目でございます。勝野秋吉投手でございます。石垣正美内野手でございます。岡野雄一郎投手でございます。谷本圭介投手でございます。三ツ俣大輝内野手でございます。森博人投手でございます。6袋目でございます。石岡亮太内野手でございます。で、ライデル・マルチネス投手と祖父江大輔投手、福博人投手のね、リリーフ陣のカードでございます。三好弘則外野手でございます。石橋康太捕手でございます。佐藤優投手でございます。高橋宏斗投手のカードになっております。で、最後の7袋目でございます。
大島洋平外野手でございます。宮大成捕手でございます。京田陽太内野手でございます。現在はね、横浜にいるのかな、間違ったらごめんなさい。柳裕也投手でございます。橋本勇気投手でございます。で最後は殿上直道投手でございます。以上で BBM 中日ドラゴンズベースボールカード2022の開封動画7パック、ね、終わりたいと思います。で今回はねこちらのエスペランサというカードでございます。普通はね紙で作ってるんですけどね、こちらね、ちなみに裏はねこうなっておりまして、あのプラスチックできたカードでございます。で、もうすぐですね、BBM 横浜 GNA ベイスターズベースボールカード2023が明日ね、届くと思います。で8月の予定なんですが、ひょっとしたら4月の終わり頃にはやりたいなと思っておりますのでね、よろしくお願いします。ちなみにね明日もやりますのでね、ぜひお楽しみください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。